ティッシュでしょ、豆薬、もうほとんど花粉症グッズだけど、これがダイミのポーチだらけビタミン C とか、うん、パミントとか。ビタミン C、これなんかビタミンのエルメスって言われてるの。あ、言ってたね、飲むやつ。上が粒で下がドリンクなの。あげようか。あ、じゃあビタミンなんていくらあったの。スタイリスト佐藤かなちゃんのバッグの中身を拝見しようと思います、うん、わー、このバッグはね、気に入ってるんだけど、いい、うん、これはジャックモスなんだけど、うん、マジで何も入らないまあまあ入ってる、入りそうだけど、ように見えるじゃん、うん、まずこの開けてみて、この硬さ。あ、だって1個しか入ってないじゃん、もうこれは何のバッグにも移し替えられるの。あ、全部入ってるんだ。あ、そうそうそう、全てを。そう、あ、最低限で全部いけちゃうんだ。だからこれだけはせめてあれば生きていけるってものが入ってるの。それを便利。例えば財布とか、うん、鍵とか。財布のポーチに入れてんの。リップでしょ、ティッシュでしょ、豆薬、もうほとんど花粉症グッズだけど、もうこれだけあれば生きていけるじゃん。だからこれはもう最小限の荷物のまとまりで、これを移し替えてるのって。あ、それは便利。そうでしょ、うん、これはエルメスです。お友達。友達。同じ色だね、うん、はい、でもこれ最小限じゃん。でもいつもサブバッグとかにいろいろ入れてて、これがダイミのポーチだらけこれはダイミのポーチね。ポーチだらけなの。ダイミのポーチには何が入ってるかっていうと、これよりは大事じゃないけど、うん、次の段階で大事なものが入ってる。あ、なるほどね。例えば名刺入れでしょ、2番手ね、うんうん、あとなんか保険証とか免許証とかでしょ、ね、うんうん、でもいらない日もあるじゃん、ね、だからこれは2番手なのね。あとこのなんだっけ、イヤホン、ペンとか、うん、ハンドクリームとか、まあ、うん、いらない日もあるじゃん。そうだね。こんなさ、小さいバッグ1個出かけたい日には持ってかなくていいっていうもの。確かにこれだけでね。そう、ビタミン C とか、うん、パミントとか。ビタミン C、 これなんかビタミンのエルメスって言われてるの。あ、言ってたね、飲むやつ。上が粒で下がドリンクなの。あげようか。あ、じゃあビタミンなんていくらあったら困りませんからね。そうでしょ。じゃあエルメスの隣に並べとくわ。なんで。だってビタミン界のエルメスなんでしょ。これもね、エルメスなんですけど、これはなんかヴィンテージの店で昔買った。なんか珍しいカラーだね。で、なんかボックスカーフなんだけど、なんか薄くて、なんかこう、もう最小限じゃ、こう薄い、ね、薄い薄いみたいな。薄薄、なんか分厚くなくて気に入ってる、うん、なんかこのアスリートみたいな、なんかそれアミノ酸はもう疲労回復、アミノ酸が肌も何もかも作ってるんだよ、結局。言って早く。だからもうアミノ酸飲んでれば全部 OK だから。分かった。それも私一応もらって帰ってもいい。じゃあもうあげるよ、これとこれそれとか、今日朝はおTがくれたなんか山椒、ちりめん山椒、なんか京都の土産だってもう一個ポーチがあってねえ、ポーチまみれこのかなちゃんのさ、効率主義がすごい出てるよね。すごい出てるじゃん。だって第1のポーチと第2のポーチだからね、うん、でこれはなんかメイクのポーチだけど、うん、まあこれはあってもなくてもいいから、うん、第3のポーチぐらいになってくるよ、うん、これ小さいから、ほらファンデーション、ティルティルっていうの流行って。あ、そうなの。韓国のかな、これ。え、クッションファンデ。そう、いいね。でもちっちゃいのがほら、すごいちっちゃくない。ちっちゃいの、あ、ほんとだ、ちっちゃいのいい。こんだけ使えてんな。で、これはもう小さいものが好きだから、とにかく、うんうん、だってこれに入れたいから、うん、これアイライナーと、うん、なんか眉毛描くやつじゃん、うん、ちっちゃい香水、うん、あとね、入れてるニットがね、うん、飛び出してきた時の針、戻す針。スタイリストならでは。あと、それ専用の針なの。そうだよ、ニット戻して、シュッと引っ張るやつ。すごい。それでも2本入ってたような気がするのに、1本しか今見えなかった。怖いわ、この針みたいなのどっか。あったあった、ここにあった、あった。ここにあった、横にあった。いたいた。そうでしょ、うん、あとだから爪がちょっと切ってなった時のヤスリ。すごい、もう万全の対策じゃん。くし。でも全部ちっちゃいからすごくない。まあこんな感じです。これね、なんかいろんなもので唇が荒れるのに、これだけ唯一荒れないって言ってくれたの最初、うん、ですごい良くて買った。ゴビゲロー。絶対そんな名前本当ゴビゲロー。ゴビゲロー本当。後ろ書いてないのこれ。ここに書いてあるじゃん、ほらちょっと字が読めない。日本のじゃないんだね。ゴビゲロー、うん、ゴビゲロー確かね、って書いてある。確かに、うん、そうでしょ、ほら認めざるを得ない。ちゃんも言ってたけど、うん、ちょっとやっぱさ、コスメポーチが大きくて幅取るのは嫌いだから、このもう私はもうちっちゃい子のなんかくしゃくしゃバージョン、うん、これはエルメス、これはグッチで、これはナチュラフラッセのコンシーラー、これとイソップのマラケシュっていう香水はだからずっと使ってる。もう100本ぐらい買ったこのキャンメイクのスルスルかけるやつと、この間メイクのサダイさんのインスタ見てこれ買った、なんか極細のセザンヌ、セザンヌ、安いプチ詳しくなくてごめんなさい。プチプラなのにめっちゃ細くない芯が。本当だ、痛くないのそれ。でもよくかけるの。
ていう。これめっちゃかけやすいね。そうなの、もうスルンスルンなの。これ700円ぐらいだから。すごいね。でも100本ぐらい買った。カッカッつって、カッつって100本は買った。っていう、もうあの最小限、はい。このサブバッグは見せなくていいの？サブバッグはこれでドロワーでもらったの。あとね、食べ物、食べ物類、これはえ、これ開けたことなかったっけ。え、一番好きなこれ、カナエバーっていう、うん、なんかオーガニック、非加熱、グルテンフリー、砂糖不使用、うん、乳製品のナッツ、フルーツナッツバーなんだけど、なんか今3ヶ月待ちぐらいでもう結構買えないよ、でもね、めちゃくちゃ美味しい。取り寄せ、取り寄せてる。で、たまに来る。3ヶ月ぐらい待つからもう忘れてんだけど、たまにバッて来るの。そしたらあのバッて持ってくる。いや、私もそれまた今日もそれももらって帰るわ。それも盗むでしょ、どうせ、うん、それと、あとは撮影の時にいつもスタジオとかにモデル直す時入るから靴下、靴下、あとお腹空いたら食べる可愛い小鳥、小鳥本当に可愛い小鳥っていう名前だったそうだよ、可愛い小鳥かわいい。これはあのこの辺はもうね、カロリー足りなくなった時のカロリー血糖値がね、突然なくなるから、ね、あとなんかカチューシャ出てきた。以上、必要グッズだね。そう、以上、うん、この効率的に入ってるわ、さすがだわ。そうでしょ、うん、効率的なグッズで以上です。だけど、うん、あのバッグの大きさによってはこれポーチだけの日とか、うん、これとこれいけるかなとか、うん、あ、もう今日はちょっと全部、今日はほら動画とか撮るから全部入れようかなとかやってる、うん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 、以上です。以上、現場からは。はーちゃんが愛用中のバッグ、ご紹介。なんか最近ずっと顔なしバッグが好きで、バッグって昔金具がここにあって、こうやってなんか閉じるとこになんかデザインとかついてて、なんか顔に見えるじゃん、こう点々、目と鼻と口みたいな。でも最近顔がない、なんかこれはね、ある方だね、まだ。そうね、言ってもなんか顔っぽいもん、これは、うん、って顔してるもん、確か、うん、顔あるな。でもなんか顔なしバッグが好きなんだけど、その、まあ、一番顔がないのは、まあ、こういう感じ。何もない、ね、何もないね、そう、つるっとした。これはメゾンカナウのバッグ、これすごい気に入ってる、顔なし、ちょうどいいね、大きさも。そうなので、これのちょっと小さくて片押し、片押し、片押しもなんか最近好きなんだよな、うん、で、この兄弟は非常によく使ってるので、で、最近なんかバージックの顔なし、うん、これはなんかクリーム、ババッと開いて、顔なしバッグのいいところは何人でも合うんですよ、ほとんど、うん、なんかデザインとか主張があまりあるようでないんで、そのつるっとした存在感のなさがいいんです。だからいつでもいいです。で、このなんか自分で立ってくれるところが整理整頓術としてはすごい助かる。しまう時にもうなんかヨロヨロ、もうヨロヨロ、もうこういうなんかもうこんなバッグばっかりだともうさ、棚の中がすごいじゃん、これね、顔なしでね、気に入ってんだけどね、何してね、もう荷物を外した瞬間にね、見てこうなっちゃうので、これはね、もうこういうの寝かしててっていうのがこのザロ、まあ好きなんですけどね、うん、このぐらいのバッグだと、さっき言ったけど、あのポーチ全部入るじゃん、うん、ポーチの上に、さらにバッグも入るね。え、違う、どういうシチュエーション、どういう意味、ごめんごめん、なんだっけさっきのさ、ポチポチのバッグの中身、趣旨わかんなくなっちゃったバッグの中身でさ、第一のポーチから第三ぐらいポーチまで持ってるじゃん、それは全部入るよ、ね、これは全部入るの、はい、ポーチがね、うん、これも全部入る、うん、で、これはちょっと2個ぐらいに絞るとか、これ1個じゃん、うん、そうだね、これはギリギリ全部いけるかな、2個、2個かな、うん、あ、でもいけそう、意外とこういう、ね、意外とそれはね、いける結構、うん、え、え、鍵とかかけてないっていう感じでお送りしてます。お送りしてますね。どうでしょうか。いや、もうかなちゃんの効率主義がやっぱカバンの中にも当たり前だよ、完全に入って、あとなんかそんなさ、自立して片付けやすいからとか理由でバッグを選んでるのにちょっと引いてるんだけどそんな理由でバッグ選ぶ人いるんだ。片付けたことないよ、もう全部ないよ、全部これに落ちてるもんね、あの部屋だったら関係ないね、分け隔てなく。私もこの自立型のことすごい気に入ってるからね。そうだね、確かに整理しやすくて置くだけだもんね。そうなの、ポンって。そうなの。あと、このポーチのさ、うん、中に財布が入ってるっていうことが、うん、一番正直いざとなったらあのポーチで出かけれるぐらいだからね、バッグが押しだったとしたって。確かに、もうわらわら、これはあのポーチの専用ケースだったから、ほぼじゃあチャンネル登録お願いします